エレンドレクセルは、ドイツのバレエダンサー、ボルフガング・ワーグナーと結婚し、ワーグナー家の一員となった。ビースバーで生まれ、ヘッセン州のエップシュタインで没。ボルフガングとの離婚後、1999年まで、自身の日記やメモ帳を研究する傍ら、歴史的に価値のある記事、資料を収集し、ナチスとホロコーストの詳細とその背景について、 自身の知識を体系的に深める取り組みを行った。エレンドレクセルエレンドレクセルの破壊し息子のゴッドフリートワーグナー父親はワイン合唱のアドルフ・ハインリヒドレクセル。アバンギャルド画家、ハンス・クリストフ・ドレクセルの兄にあたる。母親はトーラー・アウグスト・フランチスカドレクセル。ビースバーデンの教師で音楽、文学、演劇に関心が深く、その父親は ハンブルクの裕福な商人、ニッセン家の出身である。母の蔵書に影響されて、子供の頃から文学への関心を深めた。ダンサー、パントマイム女優としてのキャリアは、1923年、4歳の時、ビースバーデン州立劇場の町長夫人に出演したことから始まる。バレエとパントマイムの経験を積む中で、やがて、ダルムシュタット、ブレスラウから声がかかり、 1941年からは、ベルリンのウンターデン・リンデン州立歌劇場にも出演するようになった。ローマへの客演の際に、バイロイト音楽祭総監督ビニフレートアーグナーの息子、ボルフガング・ワーグナーと出会った。当時、ボルフガングは、プロイセンの州立劇場すべてを統括する総監督だったハインツ・ティーティィエンの助手を務めていた。ドレクセルは、ボルフガングと共に、 ベルリンのムックシュトラーセの住居に引っ越し、ダンサーのキャリアンには終止符を打った。結婚式は1943年4月11日、バイロイトのバーンフリート層で挙行され、ワーグナー生となった。アドルフ・ヒトラーからバラを送られた。戦時中、ベルリンの住居は爆撃を受けたが、エレンは逃げ延びた。1945年4月、ミオモのエレンは、 バイロイトのバーンフリート層で暮らしていたが、ここも爆撃で破壊されたため、バイロイト近郊のオーバーバルメンシュタイナフ派にあったビニフレート・ワーグナーの別荘に避難して、娘のエファを出産した。エレンはアメリカの爆撃で失われたバーンフリート層の生き証人でビニフレートの避な地下裁判を経験した。この時、ビニフレートは1947年、当初はグループ2の 重い責任に分類されたが、裁判の過程で1948年末にグループ3の軽い責任に格下げされている。1947年、息子のゴッドフリート・ヘルフェリヒを出産した。この当時は、キューバーンフリート層の敷地に建てられた庭師の家屋に住んでいたが、1955年、フェストスピール・ユグルさんの邸宅へ引っ越した。第二次世界大戦後、 夫のボルフガングは戦争で破綻を起きたした、家業としてのバイロイト音楽祭の復興のため、ドイツの経済、政治、文化、メディアの各界からの財政補助と各種の援助を求めて、各地に出かけたが、この全てにエレンは同伴した。ただし、生活の重点は、子育てに置かれていた。1945年以降、キーワード式の日記をつけている。息子のゴッドフリートが、 ナチスによるクルトバイルの迫害の歴史の研究へ進んだ時には自身の貴重なノート類などを提供して後押しした。1976年7月、ボルフガングと離婚。ここから自身の人生を書き留めて記録する作業をスタートし、自身のすべての日記を批判的に分析して自己批判的な注釈をつける作業を始めた。1977年、ナチス時代に 画家の仕事を禁じられた叔父のハンス・クリストフ・ドレクセルと接触し、ナチス時代の大敗芸術への興味を募らせた。脳卒中と癌の発見を経て、1999年から2002年4月17日の島でエップシュタインの老人ホームで暮らした。死後、ビースバーデンの南部墓地で宿別を受けた。その遺械は自身の希望に沿って2002年5月27日。 ミラノ近郊のチェッロ・マジオレ墓地に埋葬された。自身の日記とメモ帳、並びにワーグナー家の重要書類はすべてスイスのチューリッヒ中央図書館のゴットフリート・ワーグナー、アルヒーフに保管されている。今後、この解析作業が予定されていて、終了後、出版される予定となっている。ありがとうございます。